ありがとう、ありがとうって毎日100回唱えるのは意識的な行動です。でも、無意識の口癖ってあるんです。ついつい出てしまう。クソとか、なんであれとか。無意識と意識では無意識の力がめちゃくちゃ強い。無意識の行動が真逆のことをやっていたら成果が出ないです。無意識の行動を司るのは状態なんです。自分の状態が整っていれば成果が出る行動になるんです。意識的に何かしなくても全部いいものに変わってくるんですよ。なんか皆さんこういうことをやっていくとか、こんなことにチャレンジしてるとかっていうことありますかね。ギター始めましたとかでもいいし、ビジネス始めましたとかでもいいんですけれども、もう何かをやるときに気をつけたいな、早く現実を変えるコツっていうことがあるんですよね。これは手っ取り早くもう答えになるんですけどね。それ何かっていうと、できてる人から学ぶってこと。できてる人から学ぶ。これがね、めちゃくちゃ大事なんですよね。で、僕も YouTube は YouTube のプロのコンサルの人にね、相談したりもしますし、まあ最初は自分でやってたんですけどね。途中からやっぱりコンサルの人にお願いをして、人のご縁で出会わせていただいたのでお願いをして、で見てもらったりしてますしね、何でもそうなんだけれども、できている人から学ぶっていうのはやっぱめちゃくちゃ大事なので、やっぱうまくいかない人って自己流でやるんですよね。自己流で、僕もビジネスアカデミーとかやってて、コンサルもやってますけれども、もっと具体的なねビジネスのやり方とかの話はするんですけれども、上手なやり方って本当はいっぱいあるんですよ。成果の出るやり方っていうのはいっぱいあるんだけれども、うまくいかないやり方はすぐわかるんですよね。これやるとちょっと良くないと思うよっていうね。うまくいかないやり方っていうのを、やっぱ自己流ではしてしまうことが多いですよ。なんでそんなことしたのみたいなね。それをうまくいってる人とかできてる人っていうのはやっぱわかるので、もちろん上手なやり方っていうのもわかりますけれども、それよりも失敗確率が減るっていうのはすごく大事ですよね。何でもそうですけれども、それ結構大事だなと思うので、ぜひ皆さんが何かされるときには、できている人から学ぶね。それもしっかりとお金払った方がいいなとは思うし、お金払った方が本気になるじゃないですか。できれば継続的にね、成果を出し続けている人の方がいいですよね。できれば継続的に成果を出し続けている人に教えてもらう。自己流するとね、ビジネスもそうだけど、似たような失敗を多くの人はするんです。なんでそれすんのみたいなね。そういうことが結構多いので。もちろん、自分信じるは大事ですよ。自分信じるは大事だけれども、自己流と自分軸って違うんですよね。自己流と自分軸っていうのは違うので。だから、何かやるとき、現実を早く変える秘訣ですけれども、幸せとかって、幸せな人からアドバイスもらって、妨害する。どうやったら幸せになれますかっていうね。そういうのも学んだ方がいいです。先日ね、開運お掃除コンサルタントの姫川律さんと対談させてもらいましたけれど、やっぱお掃除のプロに相談してみるとどうしたらいいってところはすぐ分かるので、そういうのがすごく大事ですよね。大体プロっていろんな事例持ってますからね。自分の狭い見識の中で答えを出すよりかはプロに相談してみるというのはやっぱ大事ですよね。でもね、YouTube 見たりとか、僕だったらまあ YouTube も発信してる、本も出してるんだけれども、そこだけではわからないことがいっぱいあるんですよね。そういうのだけではわからないことっていうのはいっぱいあるので、ビジネスもそうですけど、だから相談してみられるといいですよね。そんなことを今日のコンサルの中で思ったことがあったので、自己流に走らない。自己流に走らないっていうのは意識しといた方がいいですよね。だからメンターとかね、アドバイザーを持つっていうことがめちゃくちゃ大事です。できている人に相談する。これがね、実はね、豊かさを実現していくのに必要な要素の一つなんですよ。豊かな現実を実現していくのに必要な要素。できている人から学ぶが大事なんですね。チャレンジしています。温熱療法の仕事を考えてますが、自分でお金を払って体験して、実際にお店を出されて成功している方から学ぶことが大事なんです。そうですよね。本当そうです。なんか、自己流で走ったり、友達に相談したりするんですよね、人ってね。友達、そんなお店やったことあんのって聞くと、ないですって言うんですよね。いや、そんな人に相談したら、ダメですよね。本当うまくいってる人に学ぶ。だからミラクルをね、創業してバイアウトされた竹之内さんって方が徹底的にパクるっていうね、 TTP っていうのを言ってますけど、うまくいってる人のことを真似するっていう。
ね。学ぶは真似ぶから来た言葉ですから、うまくいっている人に直接お話を聞けば、どうやったらうまくいったんですかつってね。そうすると、うまくいく方法っていうのが分かってきます。ね。後で分かるんです。あ、これってこういう理由だったんだってね。まあそこで、自分だったらこうするんだけれども、こっちの方がいいのかなと思って、こっちやるとうまくいったりするんですよね。そこで何が違うのかっていうのが、やってみると分かるんですけど、やらないときには分かんないですよね。やらないときには分かんないから、まあ、だからできている人から学ぶっていうのはめちゃくちゃ大事だし、それがね、一番時間が短くなるんですよ。最短時間でできるのでね。で、大事なのは継続的にうまくいってる人。特にね、ビジネスはそうですよ。ビジネスは継続的にうまくいってる人。ビジネスの世界で言うと、ビジネスって本当はずっと続けないという意味なんです。だから本当はね、マラソンなんです。マラソンのやり方。でも世の中で脚光を浴びるのってね、短距離走のやり方をやってる人が脚光を浴びるんですよ。でも短距離走の人って、例えば1500メートルね、スタートダッシュバーって言って調子者が行くじゃないですか。でも200メートルぐらいしたら失速していくんですよね。ビジネスもそういう人がめちゃくちゃ多いんですよ。あんなにすごくもうビッグイベントとかしてたのに、あの人最近その活動してないなみたいな人が結構いるんですよね。僕はもうこの業界に入って20年ぐらいになるので、そういう人いっぱい見てきましたけれども、だからうまくいき続けてる人はマラソンのやり方してるんですよ。マラソンのやり方してるので、そういう人から聞くといいですよね。テンポしてる人なんか特にそうです。テンポをしてる人なんかは、一時うまくいってもしょうがないですよ。一時テレビに取り上げられてもしょうがないですよね。そうじゃなくて、ずっと長く地域で貢献する、お客様に貢献するっていうやり方もあるし、考え方っていうのもあるので、そういうのをちゃんと学ばないといけないですよね。いきなり初めて借金してね、お店出して初めて、そこから学ぶんではなくて、まず学んでからやるっていうのがやっぱ大事なのでね。ぜひ意識していただければと思います。1ヶ月前に手術が成功し、その結果、昨日分かり、いい結果でした。あ、よかったですね。奇跡的で今もまだ信じられない感じです。桑野先生にライブ配信で頑張ってくださいと言っていただき、本当に嬉しかったです。これから英会話を家で教えることに挑戦したいなと思って。あ、いいですね。そのビジネス学んだ方がいいですよね。皆さんね、家族とかいたら、気をつけていってねっていうだけで、事故とか会う率っていうのが下がるっていうね、データがあるんですよ。だから声かけってめちゃくちゃ大事なんです。気をつけていってねっていうだけで、本当に安全になる可能性っていうのが高まるんですよ。それは声かけでもいいし、離れたところにいるパートナーだったら、今から出かけるねってね、連絡してもらって、で、気をつけていってきてねっていうと、それだけでも全然変わるのでね、そんなことをぜひ意識してください。だから、声かけめちゃくちゃ大事ですからね。やればいいと分かっているのに動けずにいることが多いです。自分の中のパワーが足りていないように思いますが、自分の力を出させる何か方法がありますか？これはね、もうね、やるしかないんですよね。これ何かっていうと、一つは脳の抵抗なんですよ。だいたいそれをやったら変化するっていうことがあるときは、脳は抵抗してくるんですよ。動かないようにさせるんですよ。だから三日坊主で動けなくなるとかって脳が抵抗してるからなんですよね。なぜなら脳は安定化思考っていう強烈なメカニズムを持ってて、変わる前変わらん前って脳が邪魔してくるんです。変わろうとすることを安定に保とうとするんですよね、現状を。その時にやるのが動けなくさせるなんですよ。だからそれを動いた先に変化があると思って思い切ってやるしかないですよね。変化の前は動けなくなる。それは自分のパワーが足りてないんじゃなくて、脳が抵抗しているだけなので、そこはね、もう思い切ってやるしかないですよね。で、僕がよくやるのは、一つは僕がね、昔ね、心がけてた言葉があるんですよ。あるセミナーで教えてもらった言葉なんですけどね。最近そんな動画を出したんですよ。元サラリーマンが成果を出すために、意識、実践してきた3つの言葉、ショート動画です。僕が心がけてたのはね、ちょっと過激な言葉ですけどね。違う成果を望みながら同じことをやるのは精神異常者でやることだ。違う結果を望むなら違うことをしろ。何でもいいからっていう、ね。この言葉を僕は独立してからずっと心がけてきた。なぜかっていうと、やっぱね、動けなくなるんですよ。億劫にもなるし。で、やってうまくいかなかったらどうしようって怖いし。だから、やっぱ動くときって、カロリーを消費するんですよね。すごいね。怖いので。
でも僕はその言葉を常に意識してやらないと変わらないと思って勇気を出してずっとやってましたね。いろんな考え方があるんですけど、それともう一つは今も僕は心がけてるんだけれども、やらなかった時こうなるよね、やらないとこうなれないよねっていうことを常に考えてます。やらなかったらこのまんま、これをやらない限りはこうなれないっていうのを常に考えてるんですよね。今年も11月と12月滝行くとは思うんですけれども、冬場の滝行えぐいんですよね。でもそれをやらないとこうなれないっていうのがあるので、どうしたらやらないとしょうがないですよね。だからやる、やりたいやりたくない、動ける動けない関係ないですよ。やるしかないと思ってるので、そんなことをちょっと意識されるとどこか勇気が出てくるんじゃないですかね。潜在意識は現状維持を続けようとするの。あ、そうですよ。脳も潜在意識も現状安定に保つっていうのが一番安全だからです、脳にとってはね。たとえ今がどれだけネガティブな状況で、これをすることで変わるっていうことが分かってたとしても、脳にとっては現状を保つ方が安心するんですよね。だからたとえ今がどんだけネガティブな状態でも脳は今を保とうとします。回答ありがとうございます。やらねばですね、昔の私はやる後悔よりもやらない後悔をしたくないと思ってたことを思い出しました。年齢は関係ないですね。頑張ります。ありがとうございます。頑張ってください。神社で参拝を毎日するようになって感謝、そして誓いを立てている中、最近高速で次々とありがたいチャンスが到来し、そのチャンスを掴んでいます。これは確実に氏神様のお計らいだと感じています。桑名先生のおかげでいろんなことを展開しております。感謝です。ありがたいです。素晴らしいです。神社で誓いを立てると現実の流れっていうのが変わりやすいんだけれども、神様がやってくれるのってご縁つなぎなんですよね。人とのご縁とか機械とのご縁とか場所とのご縁とか、あとなんかきっかけとのご縁、こういうご縁つなぎを神様はやってくれるんだけれども、これをつかまない限りは変化っていうのが訪れないので、この方はご自身でつかんでいったんだと思うんですよね。来たやつをチャンスが到来し、そのチャンスを掴んでますね、書いてくださってますけど、そういうことなんです。それを変わるのをずっと待ってても変わらないので、それを掴まれたっていうのはもうご自身の努力の賜物なので、ご自身を褒めてあげてください。毎日玄関、トイレ、リビングの掃除はしていますが、一部屋、箱や不要なもの、衣類が山積みです。それでは意味がないでしょう。意味はなくないですよ。そのうちというか、まあ、整えていくと、そこも片付けられる気には変わってくると思うので、その時に片付けられるといいかなと思いますね。波動を感じる方法ありますか？よく部屋の波動が上がったとかよくわからないのですが、わかる方法はございます。まあなんか空気感が軽くなったなとか、なんかそういう何気ない感じですよ。そういう何気ない感じをなんとなく感じることを意識されるといいのと、もう一つはね、自分の状態が荒れてるとなかなか感じないですよ。特に高い波動なんて繊細な波動なんで、自分が荒れてたらね、繊細なので感じないじゃないですか。だから自分が状態を整えるとより感じやすくなってきますよね。メンタルを整えたりね、エネルギーも浄化をして整えたりっていうね、はい。お金が減っていく不安に駆られてしまっています。何から対処すればいいですか？まずは何が不安かを明確にすることですね。こうなったら嫌だなということを明確にするね。それに対しての対処法をいろいろ書くっていうのが大事ですよね。で、もう一つ、それらはやってるんだけれども、現実問題、生活費も上がるし、給料も少なくなってとかね、そんな不安の場合は、もう二つしかないですよね。生活を切り詰めるか、収入を上げるか、この二つしかないですよね。だからやっぱお金の勉強はした方がいいですよね。お金を作るっていうことはどういうことなのかとかね。そういうことを勉強してお金を作るチャレンジっていうのをしていく必要がありますよね。してみてください。来年の目標いつまで書けばよかったです？来年の目標は11月中に決めるといいですよね。でも今は来年の目標よりも今年立てた目標を達成することに集中した方がいいですよね。質問です。光電気も波動と関わってるのでしょうか？そう、年齢的なもので訪れるものっていうのはね、別に波動がどうとかっていうよりかは体整えられるといいですよね。で、子宮の話を最近お伝えはしてますけれども、子宮を活性化するっていうことをしていくとね、ちょっと症状も和らいだりするっていうのは
体験談で聞いたことありますね。自分でも気づいていない潜在意識のネガティブ感情を浄化するにはどうすればいいですか。まあ、それはもうぐるぐるワークです。ぐるぐるは言語化できないネガティブなものも浄化できるようにぐるぐるってしてるので、だからそれでいいですよ。最低どれくらいのスパンでぐるぐるワークした方がいいのですか。質問2、ぐるぐるワークの1回あたりの時間どれくらいした方がいいですか。質問3、その中に優柔不断な彼へのムカつきがあって込み上げるものがあったのですが、涙が出るには至りませんでした。これはまだ感情のクリーニングが足りていないからですか。月1回ぐらいね、定期的にされるといいと思いますよ。それとなんかいろいろあったら、まあその都度やればいいですよね。で、1回あたりの時間、まあ15分か20分ぐらいでクタクタになりますから、それぐらいがいいんじゃないですかね。で、別に涙出ることが正解ではないので、涙出ないからといってクリーニングできてないわけではないですから、それでいいと思いますよ。はい、1日家にいて時間が選べるときにはぐるぐるワークに適した時間帯ありますが、別にいつやってもいいですよ。適した時間があるとかそんなはないですね。いいことも悪いことも引き寄せの力が強いと感じています。60過ぎですが、9月に大きなチャンスが訪れて、その引き寄せたチャンスに向かって進もうと決心しました。自分を信じることがものすごく怖いですが、注意すべきことを行うべき行動などアドバイスをお願いします。まあ怖いのは最初はもうしょうがないですよね。でもリスクは最小限にできるようにしたらいいし、でもどんなこともリスクはつきものなのでね、やってみないとわからないこともありますけど、まあただ決めたから変わるって思ってる人多いんですけど、そうじゃなくて、決めて次何をする必要があるかっていうと、自分の決断が正しかったってなるように努力することが大事ですよね。なんか進むことが正しいのか正しくないのかで悩む人多いんですけど、そうじゃなくて、決めて進んだことが自分にとって正しかったって思えるように努力することですよね。だからその決めて勇気出して動いたから現実が変わるって思ってる人多いんですけど、勇気出して動いたっていうことは、それは一つのスタートに過ぎないので、そこから現実を動かせるように努力するっていうことは大事なので、せっかく進まれたので、それがうまくいくように努力をね、していただければと思います。はい。自宅がゆっくりできることに最近思います。身近な人が人に依存しているのを感じます。自分を大切にしてと友達に話したのですが、私から見たら決して自暴自棄にしか見えません。どのように対応したらいいでしょうか。ご自身に害がなければほっといたらいいんじゃないですか。人のことは変えられないので、まあとりあえずアドバイスはしてあげたらいいと思いますよ。友達だからね。でもアドバイスしてそれを採用するかどうかも友達が決めることなので、あとはもうご自身が自分を大切にしながら楽しく生きることですよ。で、ご自身が楽しく生きたりとか幸せに豊かに生きてる。で、その人は自分を大切にしないがゆえにちょっとしんどくなる。ってなった時に、あなたみたいになるのはどうしたらいいのってその友達聞いてきたら、初めて、ご自身のアドバイスがその友達にとって採用しようかなって思うアドバイスになるので、まずはとりあえずは言ってあげて、あとはもうご自身が成果を出すってことに意識向けられるとね、いいなと思います。いつもありがとうございます。老健施設に勤めています。認知症の方を穏やかに過ごすため、他人が波動を整えてあげることはできますか。まあ、祈りをしたりとか、さするだけでも人って癒されるのでね、手当てって言いますけどね。思いやりです。祈ることも大事だし、相手が一番心地いいエネルギーで相手を包むと思って、なんか手当てさすったりとかされるといいかなと思いますよ。お寺に祀ってある天部の神様、聖天様や抱き二天様などは神様の神様と違い、外国の神様なのですが、信仰にあたり心がける点をアドバイスくださいませ。まあ聖天さんだったらね、インドとかまあいろいろありますけれども、八百万の神様って何かっていうとね、自然の神様のことをみんな思うじゃないですか。それはそうなんです。それもそうだし、海外の神様、それこそガネーシャとかね、大黒天様だったらシバ神とか言ったり、弁財天だったらサラスバーティーって言ったりね、がキリスト教も、あとイスラム教とか、まあ、いろんな外国の神様も神様として祀って祈る。それが八百万の神様です。
そういういろんなものを受け入れる、で自分はこうだからって言うんではなくて、いろんな神様と客の神様も含めね、受け入れて祈るその包容力の懐の深さ、それが日本の八百万の神っていうもののあり方なので、あなたはその神様を信仰されるのは大切にされてくださいという懐の深さが本来の日本の民族、大和民族のあり方なので、ね、そこは気にしなくていいんじゃないですかね。それがお寺に祀ってあるっていうのはすごいことですからね。それはダメではなくて、それは日本人の誇りとしてね、持たれるといいかなと思いますよ。動画での人のせいや周りのせい、社会のせいにしないというお言葉に勇気づけられました。結局人に何をされようとも言われようとも、結局自分自身が選んで選択して行動していく自分の人生なんだから、自分が自信を持って責任を持って行動していきたいと思う。あ、いいですね、素晴らしいです。この横アカウント名チョコ温泉って書いてますけど、いいっすね、夢のような空間ですね。僕ね、小さい頃グリム童話ね、あるじゃないですか。グリム童話のヘンゼルとグレーテルかな。山の中行って、迷ったら困るから目印をね、って言って、パンを落としていく。あれ行くのが、確かお菓子の家だったんですよね。そう、お菓子の家が僕もすごく憧れでね。いいっすね、チョコ温泉。やりたい仕事を頑張って、仕上げたけど、まだお金がついてきません。ボランティア状態。これから何かの評価があればついてくるのかと思っていますが、不安もあります。うまくいかない人は、お金は後からついてくるって言うんですよ。これは真実なんですけど、あることがね、ぽっかり抜けてるんですよ。ちゃんと自分のサービスに、貪欲にお金を作るっていう気持ちをしっかり持ってる人は、お金は後からついてるんですよ。でも、このお金をしっかりと作るっていうマインドがない人はお金後からついてこないですよ。いいように搾取されますから、ちゃんとボランティア状態を抜けましょう。しっかりと自分の持ってるものに値段をつけて、しっかりとお金を作る、お金を生み出すっていうメンタリティ、そのあり方を身につけないと絶対ついてこないですから、いいように使われますよ。そこは気をつけた方がいいです。産砂様について教えてほしいです。氏神様とはどう違いますか。自分が生まれた時に住んでた場所の氏神様が産砂神社です。自分が生まれた時に住んでた場所、なんか病院の近くっていう人多いんですけど、違うんですよ。でそこは自分の人生の魂の目的を管理してるとかねっていうことを言われますけど、でもご自身が今住まれている場所の氏神様が一番大事なの。諦めることと手放すことの違いを教えてください。手放すってね、もうね、忘れるような感じなんですよね。だから手放そうと思ってる時は手放せてないですよね。そうじゃなくて、いろんなことをやってる中で、そういやあれもどうでもいいなってある時気づくんですよ。その時は手放せてる状態なのでね。違いか、なんだろうな。でも、似たような感じじゃないですかね。神社参拝は夕方やめた方がいいですか？参拝は午前中なのでしょうか？朝4時から夕方4時の間にですよね。それぐらいが陽の時間なんですよ。で、それ以降は陰の時間になるので、変なものが出てきたりすることもあるしね。しかも神様引っ込んじゃうって言いますね、陰の時間は。だから、まあ基本的には陽の時間がいいし。で、参拝者が多い神社なんかは、やっぱ邪気も溜まったりもするので、朝はすごく清々しい気が流れているので午前中がいいとは言いますよね、はい、4時以降はやめた方がいいです。自己肯定感を高めることと波動を高めることは同じようなものと考えて良いのでしょう。あ、そうです、2つありますね。自己肯定感高まるって、自分を好きでいるとやっぱ波動は高くなるし、あと自分を信じる力は波動が強くなるんですよね。自分を信じる力は波動が強くなります。はい。私生活はうまくいってないのに、最近知り合う人々が素晴らしい方ばかりです。ありがたいと思うものの、羨ましいという浅ましさが抑えられません。どうしたらいいでしょうか。いや、もうそれを浅ましいと思う必要ないですよ。そんなものですから。僕も全然思いますからね。いいなとかね。だから、羨ましいって思う気持ちをなくす努力は無駄なので、で、その思ってしまう自分がいることを否定する必要もないし、それなくならないですから。だからなくす努力は無駄なのと、そう思ってしまう自分を否定するのも無駄なことなので、やめましょう。
そう思ってしまうのは当然です。そこで、ね、なんて思うといいかっていうとね、次は私なんだって思うんです。次私の番かなって思うようにしてます。やらなければならないことがあるときに限って真逆のやらなくていいことをしている自分がいます。ブロックは関係していますか？いや、ブロックというか、そのやらなければいけないことの先に変化があると、やっぱ怖かったりするんですよね。何でもブロックのせいにしてしまう人も多いのでね。そうじゃなくて、抵抗しているだけかもしれないのでね。勇気出してやられるといいと思うんですよ。私も仙台から東京に参加、会場までめちゃくちゃ迷いましたが、自分でもできると自信がつきました。ぜひ外に出てみることをお勧めします。勇気です。そうですよね。本当ね、距離移動するって結構ね、世界観広げてくれるので、いいっすよね。僕のもう亡くなっちゃったセミナー講師の友人でね、東京にいた人でね、朝東京を出て昼過ぎには沖縄の与那国島にある海底遺跡にこう見れるツアーっていうのをやってましたね。それをすることで遠いから人生に一度行けたらいいやって思ってたことって実はすぐできるんだよっていうことを体感するっていうワークショップをしてる友人がいて、それすごいいいことだなと思って、だから実は遠いからできないと思っていることも本当はね、ちょっとした勇気とちょっとした労力でできることだったりするんですよね。セミナーのことだけじゃなくて何でも遠いっていう理由はもったいないなと思うんですよね。何でもやってみられるといいですよ、はい。僕も今から5年ぐらい前に熊本に平立神宮ってあるじゃないですか。日本最古の神社って言われたりするんですけれども、朝出て日帰りしたことありますよね。朝出て福岡空港着いて、そこから車で平立神宮行って、でその後日帰り温泉も入って帰りましたからね。何だってできるんですよ。そういうのをチャレンジしてみるっていうのもいいなと思うので、ぜひ遠くに行くっていうことをやってみられるとね、いいなと思います。はい、自分の中の豊かさに気づくっていうね、それ僕は昔ね、いろんな本を読んだりセミナー行く中で、人生の秘訣は与えることだっていうことね。人の成功に最も貢献したものが最も成功するというね。人生の秘訣を与えることだっていうことを言われた時に、あ、そうなんだと思ってね。で、じゃあ自分が与えられること何かなと思って実践したんですよ。で、僕は17年前に独立したと言いましたけれども、最初、その時はセミナープロデューサーとして独立したんですよ。なぜセミナープロデューサーとして独立したかっていうと、それしかできなかったんですよね。で、じゃあなぜそれができたかっていうと、セミナーに行き出して、いろんなとこ行く中で、通うようになったとこがあったんですよね。毎月セミナーにね。で、そこの最初、片付けとか会場設営のお手伝いをするようにしていったんですよ。ちょっと早く行って手伝ったりとか、終わった後も残って手伝ったり。で、懇親会もあったので、懇親会の誘導を手伝ったりとか、懇親会の時にも皆さんがね、居心地よくできるようにとか、飲み物をね、聞いて回ったりとか、そういうお手伝いをしていてたんです。それはその時の自分にできる誰かのためにできることじゃないですか。そういうところをやっていたんです。で、それをやっていってたら、もっと手伝わせてもらえるようになって、で、毎月いろんなテーマでセミナーしてたところなので、セミナー、告知文を作ってって言われて作ったりとか、そうやってなんかちょっとずつ最初はお手伝い、勝手にじゃないですけどね、お願いしてですけれども、お手伝いさせてもらって、手伝ってるようで迷惑かけてることってあるので、だから伺いを立てて手伝って、そしたら本当にスタッフみたいなことをさせていただいて、でそれをやっていくとセミナーの流れが分かったりとか、セミナーの集客とかのことを体験しながら学んでいったりとか、まあ、そういうことをしていくと一連のことができるようになっていったので、セミナープロデューサーとして独立していったんですよね。そういう流れなんですよ。だから今の自分が周りの人に何ができるのか、今の自分が周りの人に与えられることは何か、今の自分が周りの人に貢献できることは何か、それを常に意識してやるんですよ。うまくいってる人って、この商売でうまくいってるんだけれども、他のところでもずっとそういうことしてるんですよね。他のところでもなんか自分だけ得するってことはしないようにしたりとか、自分ができることで周りの人に貢献したりとか、自分の利益にはならないんだけれども応援したりとか、そういったことをうまくいってる人ってすごくされてるので、
だからそのここだけじゃないし、いろんな貢献の中でここが一番自分にしかできない部分で、そこが商売になってるだけなので、そういうものなんですよね。僕もそういうところからスタートしたので、なんかそんな観点で今の自分で今の周りの人に貢献できることとか与えられることは何かなっていうことを考えて、で実践してみるということをしてみられると、ご自身の中の豊かさの源泉っていうのがちょっとずつわかるかなと思うの で実際多くの人がそれがわからないのはやったことないからなだけなんです。意識したこともないし、自分が周りの人にお役に立てることは何かな、それを意識したことがないだけなんですよね。だからコメントを書いていただくだけで、それでも貢献になりますから僕は嬉しいですし、皆さんもそれが参考になるし、だからいつも言ってるんですよ。参考になったこと、感じたこと、気づいたこと、ご自身の体験談などあればコメント欄にシェアしてください。これは貢献になるから言ってるんだってね。そういう些細なことも、誰かのコメントにいいねするのも、これもその人が喜べばそれは貢献になるんですよね。そういったちょっとしたことが何でも貢献になる、誰かの喜びになるので、それを細かくやる。で、一時が万事ですから、ここだけじゃないですよ。多くの人はここを見つけようとするんだけど、ここを見つけるには、他の全部の部分でしていかないと、ここは見つからないのでね。そんなのをぜひ意識してやっていただくとね、いいなと思います。僕はそうやってセミナーのお手伝いもしてたし、世の中に情報発信もしてたんですよね。なんかセミナーで良かったこととか発信もしてたし、この人からこういうことを教えてもらいましたとか、この本でこういうことを学んだとか、そんな発信もしてたんです。それは全然僕の知識やスキルでもないし、誰かのコンテンツだけれども、これが学びになった。で、その本の紹介もしてとかね、そういうこともやってましたよ。そうしたらその著者の人も喜ぶし、それを聞いた人も学びになるし、で、そういった情報とかも学んだことも自分の中に留めるんではなくて、誰かに届けることで貢献になるでしょ、与えるってことになるので、本当何でもできるんですよ。何でもできる。自分が今あるものので誰かの喜びになること。それをぜひ意識して取り組んでいただくといいかなと思います。まあそんなね、地道なことですけどね。僕もそういう地道なとこから始めてるので、ぜひ皆さんもやっていただくといいなと思いますね。貢献と聞くと大きなことを与えると考えがちですが、些細なことも貢献になるんですね。そうなんですよ。その些細なことに気づく感性があるから大きなことができるんですよ。だからその些細なことを気づく感性を養う。そのためには何でもやってみるんですよね。何でもやってみる。ぜひいろいろね、やってみられるといいですよね。自分の学んだことをアウトプットしていきます。そうですね。ぜひぜひ。目の前の一人の人に喜んでいただくことからです。本当その通りです。その通り。そういうことをする。それが磨かれていきますもんね。はい。お金の器があり、その日の受け方などを実践しております。その上で2つ質問です。会社の売上イコール、社長の売上イコール、社長の器と解釈しているのですが、間違いないでしょうか。2番目、完全歩合の会社にいるのですが、自分の売上も伸ばしつつ、仲間全員の売上も伸ばしていくためには、どのような取り組みが必要でしょうか。会社の売上は、まあ、社長の器ですよね。それはあります。でも社長をサポートしているいろんな人たちの影響っていうのもあるので、だから一人の器かっていうとそうでもないところもあります。皆さんが力を合わせれば器っていうのは大きくなるので、ただ代表のね、器っていうのは一番影響しますよね。完全歩合の会社によるは自分の売り上げも伸ばしつつ仲間全員の売り上げも伸ばしていくためにはどのような取り組みが必要でしょう。まあ、チームで一丸となって目標を決めて、で、お互い成果の出ることをシェアし合うことですよね。成果の出ることをシェア、助け合いをするっていうね。まあ、そういうことされると、一人でやるよりもグループでやった方がエネルギーって大きく回るんですよ。エネルギーって1と1が2じゃなくて、1と1が3にも5にもなるのがエネルギーの世界なので、意識をチームで合わせて、一緒にやっていく、応援しながらやっていくっていうのをされるといいですよね。はい、まあそういうのも含め大事になってくるのが一番基本の気が自分を整えることなんです。自分を整える、どの本で書いてるかな、これだ、すぐ開運超潜在意識書き換えルーティンに書いてるんですけれども、僕たちの波動って、4つの状態と3つの行動で決まってくるんです。4つの状態っていうのは体、心、エネルギー、環境です。
で3つの行動っていうのは心悔っていう行動そのものですよね。身のこなしで、空っていうのは口癖のことです。で、意っていうのは意識、どんなことを考えているか。これは体の行動、口の行動、思考の行動なんですよね。今その仲間全員でやるといいとか言ってるんですけれども、実はこの行動には無意識の行動と意識的な行動の2つがあるんです。無意識の行動と意識的な行動。例えば口癖の部分で言うと、ありがとうありがとうって意識して毎日100回唱えるっていうのは意識的な行動ですよね。でも無意識の口癖ってあるんです。ついつい出てしまう、クソとかなんでやねんとか、ついつい出てしまう口癖っていうのがあるんです。で、この無意識と意識では無意識の力がめちゃくちゃ強いんですよね。意識的にこういう行動をします、だけれども無意識の行動が真逆のことをやっていたとしたら成果っていうのは出ないですよね。で、この無意識の行動を司るのは何かっていうと、この状態なんです。意識的に成果を出そうとするでしょ。意識的に成果を出そうとするんだけれども、この自分の状態が整っていれば無意識の行動も成果が出る行動になるんですよ。でも、ね、状態が整ってなければ無意識の行動がネガティブになるんですよ。だから体が疲れて、心がやさぐれている時にありがとうありがとうって言うんだけれども、心の中ではなんでこんなことすんねんとか、終わった後クソとか、ついつい出てしまうんですよね。でも体が元気で心が満たされている時、ありがとうって意識して言わなくてもありがたいなーってついつい出てしまうんですよね。そういうものなんですよ。だからこの自分を整えましょうっていうことを口を酸っぱくして言ってて、この自分を整えてたら意識的に何かしなくても無意識の行動が全部いいものに変わってくるんですよね。だから今日の一番最初に自分の状態って、これあれが一番最初に出てきたのはやっぱりそこが一番大事だからです。自分の状態を整える習慣ですよね。それがめちゃくちゃ大事なんですよね。はい。毎日寝る前に今ある全てに祈り感謝しています。でも実践できてない毎日です。こんな自分でも少しでも感謝して毎日を過ごしたいと思って。そうそう。だから祈るっていう意識的な行動も、なんか満たされてなかったりとか体が疲れてたりすると、意識的に行動しようとしても、それが無意識の行動で引っ張られるんですよ。何もしたくないっていうね。そういう風になる。だから状態を整える。多分状態を整えていくと、今日も祈ろうって普通に思えるようになりますから、そういうもんなんですよね。体、心、エネルギー、環境、この4つの状態を整えていくっていうことがめちゃくちゃ大事なんですよね。で、そのために、まあ、体を整えるは自分でできるじゃないですか。まあ、心を整えるはなかなか自分では難しいんだけれども、最低限、ぐるぐるワークっていうね、感情のクリーニングワークっていうのをお勧めしてるので、それは僕の本、すべての本に書いてるので、感情のクリーニングっていうのはしていただければと思います。で、環境を整えるっていうのも、住環境と人間関係っていうのは自分で整えれる部分はあるんだけれども、エネルギーを整えるがなかなか難しいんですよね。エネルギーを整えるっていうことはなかなか難しいので、ここを整えるっていうことをしてるのがオンラインの波動クラブなんですよ。毎週エネルギーを浄化をするってことをやってきました。で、僕の YouTube で満月のお清め浄化瞑想動画を受けられたことある方はわかると思うんですけれども、実はあの浄化よりも波動クラブの浄化の方が強いんですよね。だから結構浄化されます。で、それをやっていくことでエネルギーの状態が整うので、ここはね、知らない間にネガティブになってる人がめちゃくちゃ多いんですよ。著名な方でもそうですね。そうするとね、暴飲暴食しちゃったりとか、あと思考も自動的にネガティブになるし、言葉遣いも汚くなるし、服装も乱れてくるしね。そういう風になってしまうんですよね。アイデアもネガティブになりますし。それらを整えることで、スッキリした思考になったりとか、暴飲暴食がなくなって痩せていったりとか、このエネルギーがネガティブになって無駄遣いが増えるんですよ。で、知らない間にお金を使ってたりするので、それがなくなってお金が余るっていう方向になったりとかね、いろんな効果を多くの人が感じられているので、ぜひエネルギーを整える、エネルギーを浄化するっていうのを波動クラブでやっていただければと思います。次の人生に踏み出さない自分にうんざり気味です。整えるを始めて、ぜひぜひやってみてください。質問があります。アメリカで専業主婦をしていますが、自身で学費や お金を稼ぐ&経験を積みたくて、この秋から小学生の子どもたちを相手に日本語と文化を教える仕事を始めましたが、子どもたちのすごいエネルギーに押されてきちんと注意できなかったり、落ち着いて座ってクラスに参加してもらえなくて困っています。
子どもたちの意識を引きつける、うまくレッスンを進めていくアドバイスなどいただけたら幸いです。子どもたちね、子どもってよく相手を見てるんですよね。だから、なんか軸をしっかりと作った方がいいです。いいことはいい、ダメなことはダメ。で、いいことは褒めるし、ダメなことはしっかり、それはダメだよっていう、毅然とした態度で、そういうのはやっぱ大事ですよね。その毅然とした態度、相手の様子を伺うっていう感じではなくて、そのグループを自分のエネルギーで丸く包むと思って、そのイメージしてください。で、その毅然とした態度っていうことを意識されるといいんじゃないですかね。意識が変わると波動も変わるんですよ。そうですね。自分の思考っていうのも影響してるので、まあセルフイメージが変わるとまた変わるし、自分のことを大切に好きになってあげるとやっぱ変わってきますよね。自分の中の豊かさに気づくっていうことで、僕の実体験をねシェアさせていただきました。波動クラブいいです。睡眠が豊かになり目覚めすっきりです。今は80回の会員です。さらにおすすめです。何かが少しずつ変わっていきます。きっと笑顔になります。ありがとうございます。嬉しい。まあやっぱ見えない世界のことなのでね、そこはなかなかケアしづらいですよ。気づかないですから。僕も気づかないですからね。なかなかケアしづらいので、この浄化っていうのは習慣にしておくっていうのが一番大事です。自分を整えるっていうのもそうですけど、もう浄化はもう習慣にしておくっていうのがめちゃくちゃ大事なの。そこが知らない間に乱れて、それで波動が下がると、知らない間に思考も行動も全部乱れていくのでね、知らない間にっていうのが僕は一番怖いなと思っていつもお伝えしてるし、実体験なんです。僕も知らない間にそうなってたことがあるので、そこで怖いなと思ったので、自分も気をつけてるし、皆さんにもそのようにねお伝えさせてもらってるのでね、ぜひ波動クラブをご活用いただければ嬉しいなと思います。はい、それではありがとうございます。失礼します。いつもありがとうございます。ぜひコメントくださいね皆さん。